ムック・スタディ日本の歴史、はい、第38回目十八回目はい、はい、早速ですね、えー、今回も来てますので、はい、リクエストフォームを読みたいと思います、はい、ラジオネーム歌蛍さん、はい、リクエスト人物出来事毛利亮仙吉川元春と小早川隆景ですね、はいえー、その理由です23歳主婦です お二方の軽快な歴史トークを、家事をしながら、楽しく聞いています。幼少期から日本史が大好きで、道門冬治さんの歴史小説をたくさん読み漁ってたこともあり、すぐにハマってしまいました。嬉しいですね。嬉しいですね。はい。リクエストについて、主人が広島出身で、毛利家を身近に感じるようになったためです。主人も歴史が。 とても好きなので、今アメリカ出張中なので、先日電話でおすすめしておきました。あ,あ、もう嬉しいですね。ですね本当に海外リスナー一人増やしておきましたよっていうですね。お二方の鋭い見識を交えた毛利両線議論を楽しみにしています。気が向いた時にお願いします。とはい。いうことで、えー、今回は気が向いたので。向いたということでね。はいえー、毛利両線を。ちょっとやろうかなと。はい、やろうかななんて思っておりますけども。実はですね。はい。 あれですの先ほどこの番組でこの収録今11月の10日でございますに収録してますけどもダウンロードされてる国を久しぶりに僕見ましたそしたらですね今76か国なんです76か国すごいですね言えますいやもう絶対言えないと思う僕もね76か国のまあ見れるんですよこうババババって。 リストとして上がってくるんですけど、はい、もうねよく分かんなくなってきますね。なるほど、はい、なんかちょっと前に40か国超えたとか言って喜んでた感じだったもんねん実はねあのチラシもね僕作ったんですけどその時確かね45か国とか書いてたと思うんですよ。 <laughs> <laughs> もっとなんですっていう話なんですが、はい、あのこのね歌穂太郎さんがアメリカ出張中の,、はい、あの旦那様に教えていただいたということで、はい、それも含まれてきてるのかなと。ね、嬉しいですねということでですね今回はですね、まあ、あのまたちょっと話戻っちゃいますけども、はい、気が向いたということでや,やりましモーリ森涼さん まあ、毛利両線というかちょっと毛利についてちょっと話からちょ,、はい、ちょっと発展していこうかなと思うんですけど、はいお願いしますえと毛利といえば、まあ、一番先生毛利元就、はい、みんなねちょっと名前が似てるんで、はい、ちょっとややこしいんですけど <laughs> 僕もねねややこしかったです、ね、で毛利元就は割とね、はい、戦国の早い段階で出てきた人なんで、はい、だから織田信長とかよりもちょっと早いはい。 段階で、うんうん、で場所があのまあ広島とかうちの中国地方なんで、はい、まあ、敵なしでね、うん、もう多分百戦してほぼ負けなかったぐらいのすごい名声なんですよ。なのであの辺の地域大半が、うん、まあ毛利元就が、うん、あの統治してたということなんですけど、うん、毛利といえばすごい有名なエピソード多分皆さんも。うん 一回は聞いたことあるんじゃないかっていう有名なエピソードなんですけど、はい、何か知ってますか？知らないですね。聞いたらああってなるかもしれない。三、うん、本の矢の教えって聞いたことありますか？<あー> <laughs> なりますね。一、うん、本だと折れ,折れやすいっていうね。三本だと折れにくいから、あの三人仲良くやりなさいっていうのは元なりです、ね。なるほど。うま元なりの。元なりのと言いますね。うん、元なりのえっ、ー、と一番上の子供が毛利隆本。はい。えー で、えー、弟が後々吉川家にあの養子に出る吉川元春、はい、で三男が、えー、小早川隆景、はい、この三人に言った教えが、まあ、割と広まってなるほどこれが三本の矢の教えですね、はい、まあだからあのサッカーのサンフレッチェってここから取ったんですねああそうなんですねフレッチェって確か矢ってことですね三、えー、は日本語ですけどぐらい、まあ、有名な方で、うん、要は普通は大体こう まあどこでも、まあ、戦国時代でなくてもあるんですけど、はい、大大名になったり、うん、まあ当時は大名っていうか戦国武将ですけど、うん、必ず兄弟で争いごと起きますよね。うん、で,ね、うん、で当時でしかもあの今と違いますからあの母親が違うとかね、うん、要するに実質上の一夫多妻なんで。うんうん、あの まあ、たまたまこの3人は同じなんですけど、うん、た確か同じ、はい、もしかして違うかもしれない確か同じなんですけど、うん、通常は仲悪かったり、うん、やっぱ総取りしたい、うん、または総取りさせたい周りがで、えー、と本人たちが仲良くてもまあ派閥争いじゃないですけど自分の使えた人がトップになると自分も出世するんで必ず仲間同士で。うん あの喧嘩をすると、はい、織田信長も実の弟を殺して確か取ってるんですね、うんうん、だから親としては弟に継がしたかった、うん、なのに珍しく、まあ、3本の教えのやどおりに、うん、実はこの3人仲,仲良くて統治するんですけど、はい、で後継いだ、えー、と毛利高元はちょっと早死にしてしまったんで、はい、その高元の子供の毛利輝元っていうのが まあ、いわゆる戦国期の方ではあの大名になるんですけど、はい、通常は要するにお兄ちゃんの子供なんで甥いっ子になりますよね。うん、でちなみにあの毛利良仙っていうのは、まあ、吉川家と小早川家のことを主に言うと思うんですけど、はい、これが非常に優秀なんですよ。でお兄ちゃんもおそらく優秀だったんですけどちょっと早く死んじゃって、うん、その子供だから要するに甥いっ子が毛利家をついててじゃあ優秀だった兄が。 あ兄じゃない、えっ、ー、と、えー、自分のお父さんの兄弟ですね、はい、優秀にもかかわらず、うん、その上の優秀なんで、出、うん、しゃばりもせず、うん、ちゃんとその老い子に仕えてたっていうのがすごいんですよ。んうん、なんか、賢いですね。うん、で通常は、うん、まあ今の時代だって あの結局ねお兄ちゃんが死んだらじゃあ俺に起こせっていうのもあるかもしれないけど、うん、戦国時代なんてそれ自体が当たり前じゃない、うん、下克上だから、うん、そもそも家臣があの親分に対してやっつけることも当たり前の時代に、うん、ちゃんとそれを守ってたっていうのも、うん、まあすごいし、うん、で,で特にその、えー、中で小早川隆景っていう、まあ、要するに毛利元就の三ん,んですね、はい、これは非常に優秀な方なんですよ。 全優秀なんですよ、うん、毛利家って非常に優秀なんですけど。うん、でまずその毛利家はさっき言ったようにあの毛利元就高,高本が早死にして輝元になってるんで、うん、えとそのお兄さんが貢献しながらやってたんですけど木下、まあ、元春もう確か死んじゃったんで、うん、小早川隆景が小早川家と毛利家を両方支えてるような人で、うん、で。 あまりに優秀すぎてあの、秀吉にめちゃめちゃ可愛がられて<ー>直接で。通常の流れで言うと、うんあの、毛利家と仲良くなるのは普通じゃない。うん、ある意味、毛利家の家来である小早川隆景をめちゃめちゃ可愛がってたぐらい優秀なんで。で、えーと、さらにすごいのが、えー、豊臣秀吉が亡くなる時、うんえー、豊臣秀吉っていうのは、 ずっと子供ができなくて、はい、まあ、最晩年になって、うんえと、やっと秀頼って子供ができたんですけど、はい、まあ、ちょっと父親が違うんじゃないけど、僕は違う説なんですけどね。なるほど。けど、まあ、本人は自分の子供だと思って、うん、そうすると、親の願いは1個だけなんですよ。自分は天下人だけど、はい、死んだときにもう散々下克上見てますから、はい、自分の息子の代が落ちぶれると嫌じゃないだかか。 この自分の、えー、と秀吉を守るために、うん、バックアップしてくれと言って死んでもちろんその生きてる間はね、はい、バックアップしますって言って、うん、主にそのバックアップの中心メンバーを五大楼って言ってるんですよで五大楼のまあヒットは徳川家康2番があの前田利家、はい、これはもう秀吉と同格の人なんだけど、はいうん その中の一人に小早川隆景が入ってるんでんだから本当で言うと毛利の家来みたいなものなので、うん、まあ途中から価格が上がってねあ自分自身も大名になってますけど、うん、そ,そうではなくて小早川隆景が単独で入ってるってことは、うん、よほど秀吉の信頼が厚かったっていうこと,ううことになりますよね、うん、だから当時秀吉のまあ軍師またはえ政治顧問だったえ黒田官兵衛、うんはい 大河ドラマになりましたけど黒田官兵衛から見ても黒田官兵衛時代が非常に優秀な人なんですけどもう非常に優秀だって言ってるぐらいなんでだから日本は秀吉が死んだ後と東半分は徳川家康西半分は小早川貴景が統治したらまとまるんじゃないかって言われてるぐらい要するに多分秀吉からすると家康とかと匹敵する力量を持ってたんじゃないかって あまりあれですね,、あのー、ね、僕なんていうのはそんなに詳しくはないですけど、うんはい、なかなか出てくる名前ではないですよね。そうだから、そんだけの力量ありながら、超控えめで、うん、常に表には毛利家当主を立てて、要するに、甥い子、当然、親子ほど離れてる子を立てながら、うんうん、さらに秀吉にも、まあ、あまりにも優秀すぎて、隠しきれなくて、うん、あの、あの 論に任命されまししたけど出、はい、ゃばらず、うん、要するに自分が出ることによって毛利家がないがしろになっちゃうんじゃないかとかまたは自分が出ることによっていろんなところであらぬことが起きるんじゃないかっていうのをだからそこまでも読んじゃってる人なんでんだからね戦国時代では非常に珍しく非常になんていうのこう政治感覚がすごいっていうか出すぎるとよくないとか。なるほど、まあ、とににかく毛利家のために、うん

うんうん、知らなかったですもん偉そうに言ってますけど知らない人多いんじゃないですかね。で一応ねあのちょっとね歴史マニアからすると、うん、あの関ヶ原の戦いっていうのがある天下分け目の、うん、その時に、まあ、東軍が家康側、はい、ちなみに西軍は誰だかわかるえっとあ,れあの人ですよあの人ですよねあの人ですよね。 石田光成。だけど石田屋光成はちょっと身分が低かったんで実質上の大将は毛利輝元なんだえそうなんだ。名前だけね。本当の大将は石田屋光成。で戦った時に有名な話なんですけどね1日で決着ついちゃったんですけどその決定的な理由はある人が寝返ったんですよ。要するに裏切った。はい もともと西軍にいたのに家康の味方してその絵が味方したから勝ったそれがね小早川秀明って言ってこれが小早川高景の養子になってる。で小早川高景が子供がいなかったんで秀吉がものすごく小早川高景を買ってたんで秀吉自体も子供いなかったんですけど近親者で親族で男の子を本当は毛利家に養子に出そうとしたんです。 けど毛利はやっぱ子供もいるから、うん、っていうことで小早川隆景が「僕がもらいます」っつって、うん、あの取ったのが小早川秀明だ、うん、だから、まあ、養子とはいえ、うん、あのお父ちゃんは優秀なんですけど、うんそまあ、裏切り行為によって結局はその時は、まあ、目先ね徳川家の役に立ったんですけど、うん、でも家康からするとね、うん、裏切ってくれて勝ってありがたかったんだけど。うん 裏切るってことは俺にも裏切んじゃないかって、だから結果ね、いいことないんですよ。なるほどね。だから、あんまり発展はしなかったんですけど。どこかでね、こう、つまずいちゃうと、そうなっちゃうんですね。うん。だからね、あまりに優秀すぎて、ちょっと結論っぽく言っちゃうと、あのね、歴史の舞台に名前があんまり残らない。逆にそこの渋さというか、偉さというか。労と好みというか。そう。でも、ちゃんと五大郎には任命されて。だから、えっと、当時の人たちからすると、 超優秀な有名人、うん、でもうちらはあの当時からすると未来の人じゃない、はい、未来にその功績を残すような野暮じゃなかったっていうかね,ね、うん、未来に功績が残るのは森家だけでいいって思ってたぐらいの人なんで、うん、自分じゃなくて,てう、ね、そうそうそう,そう自分じゃなくてねだからもう周りを立てながら、うん、で本人ももちろん武将としても優秀だし政治的にも優秀なんですよ、うんうん 非常にあれですねじゃあもう本当に俯瞰的にいろいろ見れて賢く動いてるんです、ね、から結果的に、うん、あのー、まあ他の要因ももちろんありますけど、うん、関ヶ原で負けて、うん、しかも総大将事実上。な 石田ないですけど名前は毛利輝元の名前で戦ったから、うん、本来は取り潰しなのに毛利家っていまだに残ってるんですようだからもあの小早川隆景の、うん、まあ政治的なおかげもあるしもちろんだいぶ減らされたんですよもともといっぱい統治してたのが2か国に減らされたんですけど、うん、残ってるのはやっぱりあの小早川隆景が優秀だった部分もあるんじゃないかなと。なるほどですね 僕初めて知りました多分ね調べていただければいろんなエピソード出ると思うんですけど武将としても優秀なそれ以上にやっぱり政治力っていうか全体を見る力がすごい戦国時代にしてはもう稀な才能なんでぜひぜひ毛利家。 両線と言いながら小早川高陰推しなんで僕はなるほど、はいうん、今回のテーマどうしますかえっとじゃあ小早川高陰でいきましょうかはい <laughs> それでは今回のテーマは「えー、小早川高陰」でした「むくむくラジオ食べ」「む <laughs> くむくラジオ食べ」 ムックムックラジオだべ。